あ、始まった。どうもボビーアトレーザーのボビーです、えー、今日はですね、えー、もう12月20日ですよね、110回目のおライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、お大阪のですね、ボビー・アトレーザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けして、ま、おります。ね、えー、すっかり、えー、ね、もう今日はちょっとこれつけときましょうかね。ハッピー・ホリデーですね。まあ、まあクリスマス週間みたいな感じですかね。うん、そんな感じで、まあちょっとあのクリスマス仕様の感じでちょっとこうしておきましょうかね。こんな感じね。あのー、これは去年かな。 あのイラストレーターでね <laughs> あのちょっと作ってみましたねこ,んなこ,こ,ういうもこういうふうなことをする時間っていうのはあ楽しいですねなんか、うん、まあまあ今年はさほど絵を描いたりとかそんなしながらですね、まあ、スケッチはね毎日描いたりしますけどね、まあ、今日日曜日ということで、えー、まあ,あほとんど今週が最後の日曜日っぽいような感じですよね、うん、もう年末とといううかクリスマスマ、まあ、イベントごとがね。 えー、多いと思いますんでね、まあ、今年は、まあ、ああゆっくりされる方も多いんですかねあの多分ね僕の想像ですよ。まあまあ、えー、ボビー・アトレザーとしてはですねあの、まあ、通常と一緒で、えー、制作をこのアトリエでね、えー、してますけどね、えー、そんな感じで、えー、今日はまあ日曜日ということですねまあまあ今日20日ですよもう12月20日ね、えー、20ですね。 でまあ、9月から配信を始めて、えー、110回目、ね、110日百百十日、えー、配信を続けてきた感じですね、えー、もう110回なんか感慨深いもありますけどねまあまあ大体まあ平均的に言うとほぼほぼ <laughs> このボービー・アトレーザーのアトリエにい <laughs> る。 時がやた,多い多いやたら多いで,す、ねうん、<laughs> でまあその分まあここで過ごすう時間がですね、えー、増えましたし、まあ、まあ今年は特にその巣ごもりっていうんですか、うん、そういうのもあってまあ,あの僕も遠出は今年は一回もしてないんじゃないですかね。うん、でまあ20日、まあ、っていうまあ昨日はまあまあ。 あ19日で軸の日っていう感じでなんかあねあ,の、まあブランドポリシーとかそういうことをお話しさせていただきましたけどもあの日にちにね割り当てするようなことにね、えー、をする日あのルルール自分なりのルールを作ってね当時、えーまあ、まあ20日はですね、えーまあ、親に電話するっていう。 でまあまあ,あのネットとかそういう環境もないので, <laughs> で、まあ、あのメールとかのやり取りも、まあ、あ世代的にねそういうのはないんででまあ声を聞く感じですけどねまあまあ。 そんな感じで20日あ最低でも月に1回は連絡は入れようかないう声を聞こうかないう感じでそういうふうに20日になったら今日はちょっと母親に電話してみようかなとかそういうふうにやっててましたけどね。でまあそういう意味もなくてまあまあ今日は普通に電話はしましたけどあのねついつも。 でま電話できるというだけでも,もう声を聞けるだけでもありがたいなと年々ね思いますけどねうんまあ自分もそういう,う年齢になってきたりもあるしうんなんかそういうことでそういうふうに、えー、日にちをですね割り当てるようにはしていますまあ一、まあえー、毎月ね一日の日はですね、えー、いろんなこう妄想というかあイメージしていることとかがあ叶った状態を常にね。えー イメージしててそこから月の初めを出発するような感じでずっと来てます、ねまあそのおかげかどうか分かりませんけど今もこうやってねあの地道ながらこういうお知らせができるような感じになってますけどね、うん、まあそんな感じで、まあ、今日は日曜日ということでね多分クリスマス、まあ、パーティーされる方も多いやろうし。 でまあ、あのね、えー、家族団らんなお過ごしの方もいますかねそれからまあ年賀状を出したりとかなんかいろいろねあの来年に向けてのことをされてる方も多いと思いますしね、うん、で、えー、まあまあ今日はテレビやったら「m 1があるんですかね、まあ、毎年「m 1を見るのがあ楽しみですね。うん あの去年も見ましたね、うん、あの一番今までいろいろ、まあ、見たり見んかったりもあますけどほとんど見てて、うん、いつもな鍋をつつきながらああこうゆっくりしてね大笑いをするっていう感じが、うん、やっぱりお笑いはいいですよね, <laughs> ねやっぱり笑顔が絶えない日々をね過ごすっていうことは非常に体にもいいですしね。 うん、であの僕もな,なるべく誰かをね、うん、笑顔にできるようなあもう僕はまあレーザーを通じてですけどもねそれを誰か一人でも笑顔が灯るようにそういう思いで、えー、今日も、えー、このアトリエでね制作しております。それでではままたたお会いしししょうボミでしたじゃあねバ ああ坂本さんああ素敵ですね。あ,あ、コメントありがとうございます。ねあのえー、20日は親の声を聞く日、うん、親御さんは心待ちにされてるんでしょうね。うん、ボビーさんの柔らかくて優しい雰囲気は、えー、そういう愛からも来てるんでしょうねうちはこんなに離れてるのにすぐ切ろうとされます。<laughs> 愛さであの多分思いますよあの昔ねなんかテレビで見た番組でやってますけどこうふとそれであ驚愕じゃないけど思ったことがあって「えー、ライブも笑顔ももらってますよありがとうございます」で「坂本さんいつもありがとうございます」あの「コメントねこうやっていただけたらすごい僕もお励みにもなりますしこうおあ 一人語りじゃないんやまあまあこれもなんかこう自分がその時に感じたマインドとかをこう何んですかこうシングパックじゃないけどそういうふうに残すっていう感じでねあの創業者あっち創業者いうあれでもないですけど一人でこう、ね、今こうやってるんで、えー、どういう思いでね、えー、なんか自分が仕事に向かっているかということを、まあ、残しているような感じですし。 うううん、まあまあうんまままああああででのそすね電話ねあのかけるようにはしてますまあ声を聞くだけですけどもねまあ先ほど実際にねこう過ごす十八までこう過ごせばいいるわけなんですけどね僕の場合は。でそこからこう家を出て大阪でいるんですけどならもう何て言うんですかね年間通して <laughs> 実際に過ごせる日にちを考えたら この三十何年間考えてもギュッと足しても1か月もないんよね一緒にあの自分の家族とか親ともう自分の兄弟でもそうですけどあのあ一緒のに過ごす時間っていうのが非常に少ないなというのを思いまして、うん、それじゃあちょっとなんかこういろんなことがねもうまあ毎日あの平平ぼんぼんと過ごしてますけどね。うん、なんんかあ で不思議なもんでもまあ実家に帰った時に、えー、なんかいろんなことがあって帰る時もあるでしょう何もない時に、ま、だいたい平日の何もない時に帰るんですけどちょっと用事があってね大体、ま、いい墓参りしたりとかなんかあ掃除するぐらいですけどねちょっとねのんびりカメラ持ってね、うん、あとまあ懐かしい人とちょっとねお会いしたりとかして、うん、夢を語り合うわけですよいまだに。<laughs> やりたいこととか、やっぱりほんでね不思議なもんで、えー、それをしてままた大阪に戻ってきた時になんかね運気が上がるじゃないですけどなんかこうパワーがうんいろんなチャンスとかわかんないですけどなんかいろんなものがですね、えー、おなんかもこう何ち言うんですかあのまくっていうかあの取り,取り込んでくれるっていうかそういうふうな気持ちになりますね。うん。 あのだからまあ,あいつもちょっとした移動っていうのはあいいのかなと思いますねうんあの今もね今はもうほんま心の移動が多いですけどなんかあこういうことでもねこうしはえー、しながらですね、えー、なんかこう僕は会いに行っているような感じでねあとはもう受け取っていただく方がねそのタイミングがあるじゃないですかこ ね、坂本さんが今あ南半球で <laughs>、ね、ご覧頂い,いてるみたいにねそんな感じで何かこうなんていうのな、うん、まあこうエネルギーの共有というか、うん、なんかそ,そういうのはすごくう大事にしたいなと思ってますし、うん、なんかそ,そこでパワーをいただいたりとか本当にね、うん、そんな気がしますね、まあ、僕はもう本当に、えー、その場にいてて、えー、花と一緒ですよ。 ね、あ,あのおこう花粉が飛んでいくような感じでもうこ,れこういうことが花粉なんでしょうね <laughs> まあそういう感じでもう、ね、ずっとねここにいて、うん、そこからあ放っていくっていうか思いを届けるっていうかね、うん、そんなあの僕はそのなんか霊的エネルギーがあるわけでもないし何 <laughs> もないんでねなんかいろんな方いますね YouTube とかいろいろつけてね出世して,てもいろんな方いるんやなと思ってね。うん あ,のあとなんか、えー、とちゃんと見てないけどあの22日があ,のえあと2日後かな風の時代になるということなんかなんからしいですねもうよう分からないですけどなん,か、えー、なんか時代がこうい切り替わるようなそういう感じで、えー、いうことをね聞きますね。 えー、いつも長い文章を拾ってくださるので感謝です何をおっしゃいますやらもうねいや僕なんかもう本当にあのそんなあねもう,こう本当にこういうね喋ったり、ね、こうするのすごい好きなんでね、うん、みんな社員の方が多いんで、うん、あのだけどねこうご覧頂いてる方も、ねえー、いますしね実際にね。 え動画をですね、えー、ア,ッあのアップしてるんですけどあのそれをねご覧いただいている方もいますしねお電話いただいたりとかねあ見、ま、今日も見ましたよということで、うんねあのー、こちらこそ、あのー、真夏でしたっけそっちこっちはも年、ね、末のクリスマス的な感じですけど、うん、ねえー ね、夏が恋しいなあと思ってもう今年は本当に季節を感じることがねあの本当に少なかったんでいつもよりもだからこういうことでずっとね今思ったら寒いなあと思って今もこう。 着込んでるんですけど、おこれ始めた頃はね9月なんで、ものすごい虫やつ使っ,って、えー、クーラーガンガンなんですけど今も引いたですよ。だ <laughs>、ね、けども、えー、やってることはですねずっとおまあいろんなものを作ってます。今も発動ね、えー、制作させていただいててね、えー、クリスマスまでにはお届けできるようになと思って、えー、ね、えー、思いますね。はいそんな感じで、えー、今日もあ,あねありがとうございます。 それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。メリークリスマス。バイ。<laughs>